愛奈です。アミ役水野亜美です。しおり役花岡しおりです。ルカ役八代ルカです。アニメアイドールズ毎週金曜夜23時より BS 朝日さんにて放送中です。あなたのロゴスに慈しみアイドールズです。シェアハウスで暮らす私たち4人は急なライブが決まって大騒ぎ。じゃあいつもこれは空席祭りなアイドルがライブハウスを満席にするために奮闘する10日間の熱くてゆるい物語。新番組アイドールズ1月8日金曜夜11時放送スタート。そしてですね、ニコニコ生放送で毎週土曜日21時からアニメの本編とその後にラジオのアイドールズスタディーフォーユーラジオ出張版というラジオも放送してます。はい、この番組はオーディションを勝ち取って役を手に入れた新人声優4人が人気声優になるために奮闘する熱くてゆるいラジオ番組です。アイドールズのスタディーフォーユーラジオ出張版、せーのスタート。ということでね、今回ねラジオの収録後なんですよ。出来たてほやほやです、ね、どうですか、初のラジオ番組、初の子もいるよね、初めて。いやでも緊張しますよね、やっぱりこう生放送をたくさんさせていただいてるアイドルズとしては、うん、初のラジオ番組なのでこう新しい発見もあるんですけど、ちょっとやっぱりこう緊張がね、1話2話大変なことになってたね。聞いたらね、うん、いい感じに編集してで、そのコメントも温かくて、そうですね、これがラジオかって感じ。そうだね、まあ、毎回、うん、その本編の後にラジオをね聞いていただいてるので、うん、その本編の内容とかの見どころとかを、うん、私たちの目線で皆さんにお伝えできるっていうのはやっぱり、うん、ラジオのいいところかなって思いますね。それぞれがねこうお気に入りのところを紹介するので、そこもまたこう見た上で、うん、もう一回どうとかアニメを見返して、ね、うん、あここかーみたいな、ここ行ってたなーみたいな、そう裏話なんかもね、うん、したりして、うん、あるのでね、ぜひ、うんうん、あとはコーナーもさせていただいておりまして、うんうん、ルームシェア、私たち4人ルームシェアをしているんですけども、ルームシェアの掟というものと、うん、あとベストアンサー、そう、アイドールズのベストアンサーと私たちが皆さんのご質問をいただいたことの正解、一番いい、そうだ、悩みを解決するみたいな感じかな、コーナーをやらせていただいております、うん、ぜひぜひメッセージも送っていただければ、はい、たくさん読みます。アニメアイドールズ毎週金曜夜23時より BS 朝日さんにて放送中です。はい、ニコニコ生放送でも21時毎週土曜日21時からアニメ本編とラジオアイドルズスタディーフォーユーラジオ出張版もぜひご覧ください。そして私たち顔出しでの生配信もやっております。月に1回一番最初の週の土曜日に、私たち4人そして、うん、たまにゲストの方もいらっしゃって配信させていただいてます。そちらのアーカイブも残っておりますので、ぜひアイドールズ公式 YouTube チャンネルニコニコチャンネルをチェックしてみてください。そしてですね、毎週日曜日夜20時からですね、うん、はい、私たちが VTuber の姿で2人ずつ生配信を行っております、うん、こちらもうほとんどと言っていいほどゲーム実況となっておりますので、ね、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい、詳しい情報はアニメ公式